足手まといだってな。そんな言い方はよせ。みんな好きで戦ってるんじゃない、祖国を思えばのことだ。立てるか。ああ、レックス、レックスです将軍。そうか、レックス。見たところ外傷はない、軽い脳震盪だろう。さあ立ち上がるんだ。平気か、レックス。はい、大丈夫です。レックス、君は何歳だ。17歳です。そうか、両親。父と母は死にました。2つ下の弟がラバナッサにいるだけです。すまないな、君みたいな若者にまで剣を取らせることになって。いいえ、祖国のためです。父や母、多くの同胞のために。急ぐぞバッシュ、おしゃべりしてる暇はない。奴らが集まってくる前に何としてでも陛下のもとへ行かねばならん。ああ、分かっている。行けぞ、あそこだ。ボスら行け、ここは俺たちが食い止める。焦るな、レックス。慌てずゆっくりやればできる。行くぞ。波動よ、止めろ。冗談じゃねえぞ。アントワンよりアントリオン、発動損傷、オイラが潮時だ。アントリオン君、バイロクヤスター、アントワン交代状、トガス。ありがせえ、アントワン離脱する。Yeah!
アスラ、どこだ、どこにいる。まさかアスラ将軍まで。バカなことを言うな。アスラはこれまでいくつもの視線をくぐり抜けてきた勇者だぞ。こんなところで死ぬような男じゃない。一刻も早く陛下を助けし、ここを脱出せねば。陛下はご無事でしょうか。無条件での降伏を飲むんだ。調印式が終わるまでさすがに手出しはできんさ。でも調印式が終わっていたら。レックス。ここは俺が何とかします。先へ行ってください。さあ早く。すまない。陛下はダルマスカを奴らに売り渡そうとした。陛下は売国奴。売国奴。
和平交渉もこれで芝居だな。我々は無条件降伏などせん。陛下は誰ますかお貴様たちに売り渡す売国奴だ。戦争は終わったのだよ将軍。ダルマスカは我が帝国に敗れた。だが我々はダルマスカに敬意を払い、それなりの主権を残そうと努力していたのだ。それもすべて将軍、君のせいで台無しだ。我々は帝国に屈しない。ダルマスカの民はさぞかし君を恨むだろう。将軍を連れて行け。